高越勢動きました。2番伊藤太一と4番本田拓也、これを突っ張って出た7番田口、残り2周回戦と譲りません。6番手サイド戻りました、2番伊藤太一、4番本田拓也、京都勢は皿足で 4,5 番手中段キープ。7番田口が先頭、もう一度追い出しかけた6番手2番伊藤太一ですが、同時ずに7番田口雄介先頭のまま残り1周半切りました。前3人の後ろには京都勢控える形で内をついてきました。ジャンスギ四角、1番佐野梅和、3番坂本をさばこうとしていまして、さあ番手は大競りになりましたが、7番田口が先頭、3番坂本正弘は位置をしのいで、1番佐野梅和3番手変わりません。あとは2番の伊藤太一を5番手になりました。長谷川が前の争いから脱落しています。先頭7番田口雄介、最終バック通過、2番手3番坂本正弘、最接近する1番の佐野梅和、そして後ろから2番の伊藤太一も追い込んできて、その前からは5番の南大輔だが、先頭突き放した7番の田口雄介先頭降臨、2着5番南大輔、内を通った1番佐野梅和3着。